清高、私に何か言うことない？どうなの？私の水着。いや、その、どうなのって言われても。さっきから見せつけてるのに、清高全く反応しないじゃない。ちょっと、リカさん、どこ指してるんですか？タカ君がこんなんじゃ、私たちも張り合いないの？じゃあ、誰が一番魅力的か、清高さんに決めてもらうのはどうでしょう。いいね。望むところよ。そういうことでしたら、私も負けてられませんね。私も頑張ってみます。ちょっと！シャルルさん、その水着少し小さくないですか？急にプールに行くことになったから、昔の水着しかなかったな。それじゃこぼれちゃいますよ。巨乳なら、私も負けてませんよ。ちょっとみんな、落ち着いて。ねえ、誰を選ぶ？選ぶとか、そんな。そうだな。みんな、悪いけど、また後で。清高！タカ君を独り占めにして。新しいライバルの登場ですね。あれやこれやどうしようせって、いつも満足に市場